おはようございます。速稼塾の久保です。障害者の方を利用して金儲けをする、こんな言葉をねかけられたことが私もあるわけなんですけども、以前ね、私訪問販売の営業してまして、自分で作った会社なんですけどもね、いろんな個別の訪問をしていました。ピンポーンとしてこんにちはと言っていきなりね、そのお宅に商品の販売とか勧誘をかけていくって形なんですけども、私もねこういうのは苦手だったんですけども、やってみたらね結構面白くって、というのはね、そのお宅の方と仲良くなれるんですよね。だいたいセールスをきちんと聞いてくださる方っていうのはきちんと判断してくださいます。商品を買う買わないに関わらず人間関係ってできていくんですよ。そうなるとうちではいらないけども何々さんだったらどうかなっていうふうに紹介してくださったり、今回はご縁がないけどもこういうことだったら頼みたいんだけどなっていうふうにお勧めしてくださったりするんですよね。その中で私が手掛けていたのが、玄関に、ね、手すりをつける仕事とか、あとスロープを作るみたいなねことがあったんですけども、これがね介護保険で、保証されるわけなんですよ。9割程度、8割だったかな、保証されますんで結構な割合で利用してくださるんですよね。そうするとそういうふうなね、体の不自由な方のお宅のリフォームによって収入を得ているところを見てですね、障害のある方とかお年寄りとか弱者を利用して金儲けしてるっていうふうに言われるんですよね。非常に悲しい思いをしたんですけども、自分が選んだ職業によってそのようなね批判を受けるのも覚悟の上でやってましたんで、これはある意味仕方がないかなと思いました。でも誰かがやらなければ困ることなんですよ。要するにその手すりをつけてください、スロープをつけてくださいって言われて私に依頼してくださった方っていうのは他の誰もしてくれなかったんですよね。他の誰もしてくれなかったものを私はやりますよ、ただしやっぱお金いただきますよ、仕事なんでねっていうことで納得していただいたって形なんですよ。これをね、障害者さんを利用したって言われるんだったら、じゃあ介護施設ってのは成り立たなくなってきますよね。介護保険を利用して、そこにね通所させてる方とかお子さんとかね、人をお預かりしてる職業っていうのはできなくなっちゃうってことなんですよ。それはどうなんだということなんですよ。そこに通じるような一つのね事案が今回もありました。参議院選である党はですね、体の不自由な方、障害者の方をお二人議席を確保して当選させたわけなんですけども、これに対してですね、障害者を利用して政権を狙いにいってるとかっていう方もまたいるんですよ。こういうね、言ってみればせこい考えの人ですね。こういう方に私はちょっと言いたいんですけども、じゃあ障害がある方は全部自力で当選しろってことなのかなってことなんですよね。力の足りない方には力のある方が貸して、そしてまた別の分野ではその方が役に立てることを恩返しするみたいなのが、助け合いの精神かなと思うんですよね。ある一面を切り取って全否定するような思考っていうのはちょっと危険だなと思うところもありますし、考えはねいろいろあると思うんですよ。私もね自分の考えが全てだということはないんですけども、どうなんですかね、その障害のある方を利用してって言い方になっちゃうんですかね。でも私としてはそういうふうな、今まで、選挙にも出れなかった、出る意欲もなかった、潰されて、で手伝ってくれる人もいなかった、そういう環境にいろんな障害を受けた方とか そこに関わる方がね応援した結果が、民意がですね、じゃあこの方を国会に送ろうという形で当選ということになったと思うんですよね。いくらね障害をある方を利用したからといってそれに同調する市民がいるかどうかっていう問題なんですよ。あとはね、なんか詐欺師的な弁舌で通らせたって言いますけども、じゃあ通らない人が正直なのかってことなんですよね。それはだからどんなことを言おうが、どんな表現をしようが、受け止めた人がそれが理解できるか、それとも湾曲して受け止めるかっていうことの違いだと思うんですよ。我々には判断力がありますんで、西に向いた風向きがですね、東だって感じることもありますし、上から来てるって感じることもあるんですよね。そんな形でね、私はだから何々を利用したっていう言い方は、ある意味的を射てるんですよ。利用してるわけですから、我々はいろんなものをね、昆虫を利用したり動物を利用したり家畜として利用したり、なんていうんですかね、人間関係を利用したり人脈を利用したりね、あらゆるものを利用してますんで、利用するのがそこまで悪いことだと思わないですね。むしろ利用しなければ私たちの生活成り立たないとも思ってます。そんな形ですね。もちろんね、考え方はそれぞれありますんで、どれが正しいってことは私も分かりません。ただ現時点で私はこうなんじゃないかなと思いながら生きてるっていうね、そんな朝の放送でございました。皆様はどうお感じになったでしょうか。それでは失礼します。